の白熱する G1 レースが見られるなんて、まあ、胸が高鳴ります。どんな条件下でも関係ない、迎え撃つのみ。言わずともその思い伝わってきますよ。さすがです。今回ウィナーズサークルを踏みしめるのはエルコンドルパザー、よろしくお願いします。エアグループだ、何か用か。晴れ渡る空の下行われる東京レース場芝2418人の馬娘たちが挑みます。このレース最も人気を集めているのは7番1番人気です。3番人気には13番、さあ2番人気はこの子、三冠馬娘ライスシャワー、十分に勝利を狙えますよ。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは9番17番8番、期待通りの結果を出せるか。1番人気7番、さあ激しい先行争いで前に出たのは16番、すぐに続いて17番。1番手は9番、続いて16番、3番手に8番、4番手には17番。1馬身離れて9番、少し後ろから17番、そしてその後方にはライスシャワー、8番水槽、少し離れて12番、大欅を越え4コーナーへ。互いに足を溜めている展開、このまま直線での争いになるのか。さあ外から先頭を伺うのは17番、じりじり詰めるライスシャワー、ライスシャワー、ここで抜け出したライスシャワー、花を進む4着を切りました。ライスシャワーリードは5馬身、ライスシャワー負けられない、負けられないぞ。2番手争いは15番17番、残り200円、先頭は依然ライスシャワー強すぎる、追いすがる5番、食らいつく、先頭はライスシャワー、ライスシャワー強いとしか言えない走り、次のレースが今から楽しみです。ライスシャワー勝利を飾った、2着5番、3着15番。